年上岳は基礎山脈にある標高2291メートルの山。JR 東海飯田線高峠原駅の西発展にキロメートルに位置する。資料線は奥年上岳から南西方向に向かうが、南東方向にも尾根が派生しており、年上岳はこの尾根上にある。尾根は年上岳からは東へ続いている。山頂部は鉱山帯で、 新葉樹林や廃末が分布している。基礎産無役の廃末の難原となっている。山腹には熊笹や新葉樹林などが分布している。年上岳の登山道から望む池の平山の笹原と紅葉整備されている登山道は2本ある。1本は松川町からで鳩田峠を登山口とし、烏星岳を越えて登る。もう1本は、 松川町南隣の高森町から本高森山、大島山を越えるおねじょうを歩き、年城だけまで一本堂である。これらの登山道は、地元の有志のグループが、毎年、笹刈りなどの整備を行っている。一方あまり整備されていない、登山道としては、飯島町から江干市岳の東斜面を経由し、鳩田峠からの道と合流するコースがある。また、 言い出しから松川沿いに林道を車で入り、座沢と呼ばれるポイントから、沢の中から入るルートもある。沢屋好みのルートで川や滝を走行する。登山道ではないので時間管理や技術等、十分に注意を要する。ヨタギリのり腰から右に登って、年上岳に着く。年上岳から、奥年上岳へはヨタギリのり腰の暗部を通り、笹藪の尾根が続く中を登る。 登山道が不明瞭のため、建脚者向きで一般向きではない。近辺には営業山小屋も避難小屋もない。年城だけに登るためには、いずれの登山道を利用するにしても相当時間を要し、下市付近以外では、建脚者を除き日帰り登山は困難で、山中泊を余儀なくされる。テント場は大島山の山頂直下に設けられている。なお、水場は、 粘上岳と大島山の間の小川で確保できる。池山尾根から望む粘上岳周辺の山北西にある与田切りの利コが与田切り川と松川との分水嶺となっている。以下の源流となる河川は太平洋へ流れる。ありがとうございます。